さあ、1年ぶりにやってまいりました、ビッグレッドファームさんです。いやー、で、村本さん、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、えなみさん、おはようございます。お探しております。 お久しぶりです。お久しぶりです、はい。マーティン、マーティンですね。マーティンとはい。よいしょ。次マイネルフォルツァですね。おい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。今あえてえなみさん1回転サービスしていただいたんじゃないですか。はい、はい、いや今話したらやっぱ10もう11戦そうですね、はい、ね、6月のデビュー一番早いデビューから、ね、もうコンスタントに休みなく走り続けてくれて、ね、11回、まあ、よく掲示板にも乗ってくれましたし、ね、あの本当に頑張って帰ってきてくれたなっていう感じですね。ね、はい、いやだからそのそこまで使えることがまずすごいっていうね。いやもうこれはすごいですよ、ね、まずは丈夫に、ね、あの健康にっていうことなので、ね、はい、あの立派な馬だと思います、ね、はい、でもね、またちょっと鋭気足になってそうですね、はい、このタイミングで一息入れてまた夏以降秋に向けてあのしっかりリフレッシュできたらいいなっていう感じですね、はい、ね、いや貴重ななんかこう到着のねなかなかそうですよね、こういうあの映像って、うん、まあ分かってるつもりでもやっぱり実際見た人ってそんないないですから、ね、うん、いやもうやっぱお帰りって感じになるんですか。そうですね、はい、頑張って帰ってきてくれたなっていう感じですね。あ、はい、そう、いやもうありがとうございます、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、いい音って大丈夫だよ、うん、映りたいならピースしてていいし、今年の春の新入社員の女の子たちです、はい、おはようございます。フレHBC 慶応学と申します。新入社員の山口です。新入社員の石田です。水野と申します。よろしくお願いします。礼儀正しい、正しいですよ。未来のビッグレッドファームを背負ってますね。本当に出るかもしれないからね。キノディは使います。まだ本当にその用意書するわけじゃないですけど、はい、本当ビッグレッドファームさんって人材教育もしっかりしてるというのが、うん、やっぱりこういうふうにあの僕ら取材人に対してもすごい皆さん、はい、すごい笑顔で対応してくださいますし、ね、本当にそれが素晴らしいなと思います。そうですよね。今年何人ぐらい入られた。今年は6人新しい子が入ってくれる予定になってますね。なかなか今この業界人の確保ですごい大変なんですけど、やっぱりその時魅力のある牧場であり、ね、やっぱりちょっとあの女性の方も入る上にはもう働きやすい環境であるとも言えるわけで、ね、ゴールドシップがいるっていうのと、はい、ユーバーレーベンがオークスを飼ってくれたっていうので、はい、最初にあの興味を持ってくれる子が増えたのかなっていう、やっぱりそういうのもゴールドシップ効果かなっていうふうには感じますよね。あの皆さんのおかげもあって、いや、はい、でもご覧の方々が、はい、でなんかあの入りたいなと思ってくれたら本当それはそれでいいと思いますし、はい、うん、いやでこれをきっかけにビッグレッドファームに興味を持っていただければまたそれはそれで嬉しいことですし、いやーねー、はい、いやもうこちらこそですよね。いやいや本当にもうこう言っていただけるだけでもありがたいですよ。本当にからどういうふうにこうやっていこうかっていうかメニューみたいなの、はい、大体ある程度決まっているのか、それともこう状態見ながら変えていくのか。一回もうリフレッシュっていうで帰ってきているものに関してはこの後あと放牧地であの1ヶ月ぐらいあの昼夜放牧します。もう本当に1日20時間ぐらい放牧地で過ごすように。20時間そうですね、はい、ちょうど今この時期だと青草が生えてきて、あの本当に心身なんか体をデトックスじゃないですか。一回リフレッシュさせて、そうですね、はい、一回自然に返してやるぐらいのイメージで。そ
ほったらかしですその方が馬にとってはいい、まあ、自然に戻すというわけです、ね、はい、ただ食べてるだけじゃなくて、その後も運動してますからね、歩き続けてそういうことか、そうです、ずっと食べてるわけじゃないですもんね、これが人間だったらもう、うん、ただので食ったり食ったりしたんでしょうけど、やっぱり馬はちゃんとその間も歩いてますから、夜間離すとやっぱり馬は休まないんで、あのずっと歩き回るので、朝夜でやっぱ違う、やっぱり昼間だとあののんびりして放牧地で寝たりもしますけど、夜だとやっぱり外敵に襲われるっていう、あの自然の本能っていうんですか、そういうのも働くので、あの不安で歩き回ると思います、不安で歩き回るというか、まあですね、あの寝ないですね、寝ない、寝れないっていうか、はい、そういうなので自然と運動量が増えて、あの夜間放牧がそうですね、まあ、そうですね、はい、運動量がちゃんと養う、あの野戦とか使えればそこですよね、みんなが人間だったら夜は寝れますけど、まあ馬は夜の方が動き回るっていう、夜すすきので動き回るって言われちゃうんですねそうダメですという、デビュー前の2歳ですね、次ちょっとあの早いところやります、はい、前回あのツアーで見ていただ、はい、あの時ちょっと期待してるものをポチポチ入れてたんですよ、はい、ゴールデンハインドと、ゴールデンハインド見させていただきました、はい、あとその時に2歳の牝馬でコラソンビートっていうのと、はい、コスモビオラっていう2歳のメスを、うん、あのそうだコスモビオラ入れてたんですけど、あの期待馬をこそっとあの前回も混ぜてて、まあ、今日もあのコラソンビートとコスモビオラ、もう来週にはホコタに移動して、もう早ければ東京の開幕から使っていく。コラソンビートはもう本当に東京の最初の方にの競馬予定してますんで、はい、第一陣ですね、はい、の最後ちょっと送り出す前に少しピリッとさせようかなっていうので、あの軽く姉妹軽くあの気合つけてさらっと行ってきます。今ちょうど上がってきましたね。やっぱり早い時期から行きたいなって思う馬たちだけに、あの動きは本当にしっかりしてます。手前がコラソンビート、奥がコスモビオラ、順調ですあ、どうぞ。早いですよ本気のいい追い切りでしたね、yeah. お偉いでしょう。はい、すべてげんもっと、はい、3、2、1、はい、行け、譲れ、行け、あ、発売終わり、うん、まあちょっとやっぱりまだ尻っぱねした扉が開くのに反応できなかったり、出た後に尻っぱねしたりなんかして、まだ練習が必要な段階の馬たちで、まあ、こういうことを繰り返しながら、まあ、少しずつ競走馬になっていけるようにやっていくっていう感じ で、普段何気なくゲートってね見ますけど、まずこの中立するだけですごいんですね。あそこでじっとしてる、じっとしてられない馬もいますし、相手も反応できない馬もいますし、まだ始めたばっかなんで、まあ、こんだけできれば十分です。コスモビオラも本当に評価高い。そうですね、はい、本当にあの仕上がりが早くてスピードがあって、うん、
確信が。